こんにちは。渡辺と申します。Let's solve your problems. ということで、英語のお悩みを解決してしまいましょうという勝手な番組でございます。What makes you beautiful?One Direction の歌を取り上げたいと思います。今回取り上げるのはこの部分です。Today's Point。今回はですね、英語の音声ということで、あいうえとそれ以外の音を区別して取り上げたいと思います。 よく見ていただくとですね「あ」「え」「い」「お」「う」とこの順番になっていますなぜでしょうといえば、まあ、これはアルファベットの順番に並び替えているということでございますあまり配列には意味、e, まありませんので気にしないでくださいあとこれにですね「えい」「おう」「う」 ですねえー、こういった、まあ、長かったりとか二重母音になったりするものも一応母音に含めています次に死因です死因はですね、えー、これもいろいろあるんですけれども「あえー、いおう」以外の音と覚えておいてくださいちなみにあの英語らしい発音したいよという方はですね 死因の発音音を少ししこだわると、とそれらしいいいいに近づいていくと思います。えー、詩音の細かい発音についてはこだわらずに3つの法則を紹介したいと思います1つ目死ンと母音が連続する場合は音がつながります cast away が連続すると cast away とくっつくわけですねこれはあのローマ字と同じ原理です次です死ンプラス死ン。 シーンが隣同士になった場合前のシーンが消えますまずは発音しないトレーニングをしてみると意外と英語らしい発音になりますのでちょっとチャレンジしてみてくださいゴーストバスターズとなりますゴーストバスターズよりははるかに英語らしい発音になると思います 3つ目の法則を、えー、紹介しようと思ったんですけど、とりあえず今日はこの2つで乗り切れそうですので、この2つを徹底したいと思います。まず、色が、えー、黄色とグレーがあります、えー。黄色のところは基本的に音がつながる部分。で、えー、音が消える部分については、えー、グレーで表示してあります。一個ずつ確認していきます。To prove I N, R, song ということですけど、これが、まあえー、曲になると非常に早いと、えー、なかなか言えないという、えー、今回のお悩みです。1個ずつ見ていきましょう。まず、prove I'm right なんですけど、えー、to prove、えー、to を強く読みすぎないことは1つで、to prove I'm right で、1個ずつ丁寧に続けるといいと思います。prove I、ね、prove I'm プ h t to prove ーブアイライトという感じになります。I p u アイプッここもくっつきます。プ t it でもいいですしプ u レ文中の T っていうのはどうしても L の音に置き換わりやすいです。アメリカの曲は特にそういう傾向がありますので、まあ、そういうふうに歌ってもらってもいいです。あと N はですね、えー、結構日本人の N はんっていうあの鼻に抜ける、えー、あの音が結構多いです。 えー、ただここでは何ぬねののんですからえんなえんなとくっつけます次ですけども and turn away and の t はほとんど言いません and turn away when I look into your eye eye eyes という感じになるんでしょうかね、えー、ということで、えー、まずあの シーンと母音がつながるとこ、turn away, when I look into がまずはっきり発音できれば、えー、あとはリズムに合わせていくだけですので、そんなに難しくはないと思います。ただ、and turn away, when I look into your eyes と、ちょっと今回ですね、えー、ライムが使ってあるあの音を合わせてですね、 リズムを出していくテクニック、まあ、歌詞を作る上でのテクニックが結構使われているので音が混乱しやすいと思いますそこだけあのゆっくりまず練習していただいて、えー、実際歌って何回も歌ってみると意外と白に収まってきれいな英語が身につきやすいと思います一応読んでおきましょう「ソカカボン」「ユガリ・ワン」「アプ・ワン・ライアプ・ In uh oh. I don't know why you e b e n i s d and turn away when I look into your eyes こんな感じでしょうかあまり歌はうまくないので申し訳ございません結構この曲のチョイスは間違ってないと思いますので今後しっかり練習してくださいでは えー、今日はこれにて失礼いたしたいと思います。Thank you so much. Bye bye.